おはようございます。スピークです。2023年2月の25日、はい、25日です。今日は利尻島の、先に紹介しようか、紹介しないでおこう。押し泊まりスキー場に来てます。まあスキー場についてはあとで軽く説明するとして、駐車スペースね、こっち利尻温泉だっけなっていうところの、ここの施設があるんですけど、そこのところの、ね、脇にね、このスキー場利用者駐車スペースっていうところがあるので、まあこっち側のここを利用してください。まあここに停めてるのは私の車しかないですね。まあ私の車というかレンタカーなんですけどね。はい。でね、まあここはね、冬フェリーが動いてる、押し泊まり、止まりかもしれない。フェリー港のすぐ近くにあるスキー場です。まあここだけだったらその気になればね、歩いて来れます。っていうか、歩いてきてる人がいました。すごいね。まあ、多分その人はね、このスキー場がさらに上に上がってね、バックカントリーするんだろうけどね。はい。一応ここね、カルチャーセンター側、この左側ね、認めてくれて書いてあるんです。あ、ここにお絵描きがありますね。まあこれはね、スマホの写真でも貼っといてください。はい。一応ね、よいしょっと。こっち側にも駐車場あります。ちらっと映っちゃったかもしれないけどね、一番手前の方はね、駐車禁止エリアに停めてます。はい。よいしょっと。奥のね、黒い車さんはね、駐車 OK エリアに停めてますね。はい。でもその境目っていうのは、ここからね、この左に入ったところが、奥のところにスキー場があるんですけど、まあここの分岐よりか向こう側かどうかというだけですね。はい。具体的にはここに書いてあります。そうで、斜め駐車してくれって言うけど、まあ斜め駐車してる人見たことないし、斜め駐車するね、価値も感じません。よし、まあ行きましょう。とりあえずこっち側入ってきますね。はい。押し止まり劇場。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ちなみにね、この3月や2月25日の撮影は、このね、利尻島のスキー場をね、3カ所も行くってんですけど、一番最初にここ来て、朝の営業開始前にね、で、今ここに来てって、だから始まりが、押し止まり、終わりが押し止まりっていう感じになってますね。朝はね、ほんとね、晴天でいい感じだったんだけどね、今はね、腹立たね、降っちゃってます。はい。よし。さあ、ロープ2動いてるよね。まあ、なんかね、利用者がいる雰囲気というかね、動いてたと思うんだけどね。よし。ここら辺なんか、コテージっぽい建物はね、夏とかね、盛況なんですかね。ちょっとかな、滑り降りてきてる。来てる。よし。OK。あ、結構お客さんいますね。お客さんがね、すごい、1,2,3,4,5,6 見える範囲でね、6人いる。もしこの建物内にもっといたら、もっといるということになりますね。はい。という感じでスキー場着きました。この右手がね、押し止まりスキー場ヒュッてですね、利尻島ファミリーキャンプ場有に管理となってます。はい。で、こっちがゲレンデになってますね。よし。はい。で、ここからはスタッフオンリーとなったんですね。ヒュッてんとこはね、ここはね、レンタルっていうか板置き場があるだけで、
はい、まあトイレとかなんか使えそうな雰囲気あるけどね、ちょっとねそこら辺のね境目がねよくわかんない感じだけど、そうですね、そこ管理棟になってますね。すごく良さそうなところで管理しますね。よし、じゃあとりあえずゲレンデ上がってきますか。なんかすげえ焼けてる匂いがする、あの蚊取り線香みたいな匂いがする。よし、じゃあとりあえず上がってみましょう。ボーダーさんたち楽しそう。あ、これもしか左側にもコースあるの。あ、そういうこと、複数コースあるっぽいね。よし、まあとりあえず滑ってきます、滑ってきます。はい、じゃあ早稲田までスキー場ストップ行きました。そこから滑っていきます。景色いいっすね。あそこに礼文島が見えて、左側が日本海、右側がオホーツク海ですね。うん、これここさ景色さかなりいいね。ここが綺麗。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ押し止まり以上、ね、ゆっくり降りていきます。さっきはねフリーラン入ってきたのが好きなんだよね。あ、まあ確かに、ね、入るそうなね雪の感じとね角ではありますね。はい、こんな感じでした。そんな感じのゲレンデでした。いいね、こっからで終わる。はい、という感じで軽くですけど、押し止まり、スキー場滑ってきました。今ちょうど、ね、バックカントリーから帰ってきたチームがね、下ってきましたね。そこからね、出てきましたね。うん。あの、朝は確か見えてたと思うんですけど、え、あれ。うん。あ、そう、今こっちが来てますね。はい、朝はね確か見えたと思うんですけどね、あのこの後ろに利尻富士が見えるんですよ。で、ね、あのこの後ろのところにあの利尻富士のあの押し止まりなんか4号目とかっていうふうになったと思うんで、おそらくこのスキー場を経由して、だからあの向こうあそこのなんか岬の岩っぽいところも行け、あそこの辺がフェリー通りなんだけど、そこからこうやってトコトコトコってきて、ここ上がってってこっから突入していくっていうのが、おそらくあの利尻リシリのね、このリシリ富士のあのバックカントリーの楽しみ方なんだと思います。はい、うん、まあちょっとそれは余談なんですけど、あのスケジュールとしては非常にオーソドックスなんですけど、そんな中でもこのティーバーで楽しんだ中で、やっぱこの景色ですよね。真正面ズドーンでここオホーツク海見えて、左が礼文島、この西日に光ってるね礼文島が見えて、その向こう側がまあ一応くくりとしては日本海ですかね。ここはあのオホーツク海でいいんだよね。日本海になっちゃうのかな、まだちょっと微妙なところですよね、うん、はい、こんな感じでね、やっぱ海ズババババーンってね、私がね大好きロケーションがね今ここの目の前に広がってるというところで滑れますね。斜面としてもね結構癖なく滑れて、であのアッセッシャーはないんだけど、スノーモービルであの木の板引きずり回すタイプのアッセットを行ってるみたいで、結構ねあのちゃんとね整えてあります、うん、頑張ってる感じがあります。なのでね、まあお客さんもね 1,2,3
4、5、6、7、8、9、まあ10人ぐらい、私も含めて10人ぐらいいてね、そこそこね盛況してるような感じですね。よし、じゃあそんな感じでね、今日の動画終わろうと思います。いやね、来てみなきゃわかんないよねこの景色。多分ね、地元の人にとってね、この海の見える景色ってね、おそらく普通のことでね、なんとも思ってないんですけどね、あの私みたいにね、本州とかから来てる人間とかにとっては、このロケーションを見るだけで、あー、利尻に来た、離島に来た、素晴らしいというね、この感想をいただきますよね。皆さんもいかがですか。うん、まあもしね、あの、まあほとんど記念活動に近いけど、こういうのに興味を持ちましたら、ぜひ利尻島にもスキーしに来てください。まあこことね、隣のね、あの展望山スキー場は、あの観光スキーするにもね、結構ねいいスキーだと思いましたね。はい、というわけで今回の動画はこれで終わります。この動画面白かったら参考になったらグッドボタン、チャンネル登録、その他もろもろよろしくお願いします。利尻島編無事終わりました。はい、次はあそこだ、礼文島だ。これから今から向かいます。というわけでレッツゴー。それじゃあまた次の動画でね。じゃあね、バイバイ。